伊賀流は伊賀国の地に伝わっていた忍術流派の総称。高賀竜と並んで忍術の中で最も有名な流派の一つである。根拠地は現在の三重県伊賀市と名張市にあった。普段は農業や行商をして各地の情報を探る一方、指令が下ると戦場やその後方へ出向き工作活動に励んだ。 現在の伊賀資産を一つ隔てた場所に存在する、甲賀流と異なる点は、甲賀忍者が一人の主君に忠義を尽くすのに対し、伊賀忍者は金銭による契約以上の関わりを雇い主との間に持たない点であるとされる。伊賀合詞はしばしば雇い主が敵同士の場合でも、依頼があれば、双方に忍者を派遣する実例をも持つ。 そのため他の里の忍者よりも一層、たとえ仲間であろうと即座に処断できるような厳酷な精神も求められた。抜け忍ぶ成敗はその極みとも言うべきもので、裏切りや脱走はいかなることがあっても認めないというものである。しかし、江戸時代になると状況は一変し、無足の俸禄支給の経費を節減するため、むしろ忍者を抜けて機能することが歓迎されたようである。また、 伊賀流の訓練法は独特さをもって知られており、例えば顔の半分を紙で覆い、紙を顔から落とすことなく一里以上を走り抜く、と、幼少の頃から厳しい訓練のもと、優れた忍者を育てることを伝統としてきた。このため、伊賀忍者は大術に優れていると評された。鎌倉時代から室町時代にかけて、伊賀国は少量種が群雄割挙し争っていた。そのため、 民は自らを守るためゲリラ戦の技を磨いていった。これが伊賀の忍者の起こりとされる。伊賀は小琵は湖層に由来する粘土質の土壌のため濃厚に苦労する土地柄であった。特に滑水になると深いひびが入り、水田は壊滅的打撃を受ける。そのため伊賀の者は傭兵として各地に出稼ぎをするようになった。戦国時代、伊賀は伊賀守護。 二騎士の参加に属しながらも、伊賀総国一騎と呼ばれる、合議性の強い自治共同体が形成されていた。しかし、実力者である常任三夜の発言力が強く、合議を開いても彼らの意見に従うことが多かった。逆に甲賀は、総と呼ばれる自治共同体を形成していたが、各々が対等な立場にあったために多数決の原理を、おもんじ、伊賀総国一騎の運営ぶりとは、 対照的であった。一般的には、伊賀と黄河は互いに相入れない宿敵同士というイメージがあるが、これは誤解であり、一つ山を挟んだいわば隣人同士で争いあっても、何の得もない。むしろ、伊賀の人々と黄河の人々は常に協力関係にあり、どちらかの土地に敵が攻め込んだ場合は力を合わせて、敵を退けるよう約束していた。 天章伊賀の乱も三章天章七年、伊賀忍者の一人、下山会は仲間を裏切り、織田信長の次男、信夫に伊賀の団結力が衰え出したことを報告し、侵略を進言した。下山の言葉に乗った信夫は、直ちに国境にあった丸山城を集築し、侵略の拠点とすることにした。だが信夫の企みは一早く、伊賀の人々の耳に届き、 放たれた忍者たちの奇襲によって信夫は大敗を起してしまう。これが第一次伊賀の乱である。この結果に激怒した信長は勝手に軍を動かした信夫を絶縁すると脅して戒める一方、二年後の天正九年には自らおよそ五万の兵を率いて伊賀に攻め込んだ。これを第二次天正伊賀の乱という。驚いた伊賀の人々は すぐさま総力を挙げて信長と戦うことを決意する。しかし、かねて協力体制にあったはずの甲賀忍者の一人、太郎美都氏の手引きにより、伊賀忍者からさらに二人の離反者が発生し、小田方のガモ宇治里の道案内を行った。これにより、伊賀の人々が立てこもった城は次々と落ち、最後の鳥で柏原城が落ちた時点をもって、天正伊賀の乱は終わりを告げた。 第二次天正伊賀の欄の詳細を参考伊賀寄付筆より抜粋する。天正9年4月、植え告毛の福知宗隆、河井村の耳、朱美次郎の二人が、安土城の信長のところに訪れ、伊賀攻略の際は、道案内をすると申し出た。信長後期、多門院日記には9月3日に攻撃開始との記述があるが、伊蘭記では9月27日に6カ所から攻撃を開始したとされる。 伊勢寺口からは、織田信夫、津田信住、杉口からには長秀、滝川和松、玉滝口からは、賀茂氏里、脇坂安次、笠間口から筒井順慶、初瀬口より、浅野長政、太尾口から堀秀政、太尾広光。多門院日記の記述では、総勢一万余とされている。伊賀州といっても、杉氏などは、信長方についており、甲賀州の太尾光都市は、 六十一年の段階で、織田信長に忠誠を誓っている。また、太郎光津都は、天正2年1月、信長の側近である、福富秀勝、毛利長秀と共に、伊賀に攻め込んだ、織田軍は、進軍した先の村人は攻撃しなかったため、帰って、巡回中の耳、趣味二郎を、長田村の重視の門四介と、織田村の庶民小八によって襲撃され、 殺害されてしまう。肘山やを攻撃したのは、筒井淳慶と、がも氏里堀秀と、の軍勢で、上兵の将は、桃田東とうべえ、むかいし、おざわさ一兵福くきたし町井げ兵、まちいせいべえ、もりしろざえもん、むらたかんしろ、かととされている。つつい、がの軍は、あ山やまる福くきたを攻め、 風呂谷で合戦をする。肘さんの伊賀勢は、終日の戦に大勢を打たせて、花肌疲れ、今夜は前後も知らず、伏せらめとこそ、ありこうへ。模様品が岡山に用地する。このため、滝川和正やは長秀などの軍勢が今後、合流することを懸念して、野員に紛れて城を捨て、城兵は逃亡した。織田軍が、肘山城に攻め込むと、誰一人いない状況であり、 ガムウジサトや堀秀政は悔しがり、肘、山城や近隣の書道をことごとく焼き払った。肘山城が落城すると、織田信夫の軍は南伊賀の拠点、柏原城の周辺に集結する。新軍にあたって、民衆の皆殺しなどの相当作戦をしなかったため、織田軍が撤退した後、北伊賀では土豪が決起して、織田の守備隊が守る押田城を攻め、 国政の裁判人たちを殺害した。伊賀勢は、柏原城に立てこもり、天正9年10月8日右国より戦闘を開始する。力攻めをするが、犠牲が大きいとの判断から兵糧攻めに切り替える。織田軍が農民たちを相当しないのを見た。伊賀勢は、城兵3人を城から抜け出させ、農民を集めて、松明を持たせ、背後から織田軍の陣を驚かす作戦を取ったが、 庭長秀に見破られて作戦は失敗する。10月25日になって、奈良の大倉五郎継という猿楽太夫が、柏原城に来て和睦の中介に入り、総名代として、滝野義政が28日早朝に、信夫に会って、城兵の人命保護を条件に和睦を行い、城を開けた。信長後期では、この停戦時期を9月11日としている。多門院日記では、 17日、狂気を先鎮より、非、伊賀一円落着としており、日程のズレはあるが、当時の伝聞を集めた記録として信頼性は高い。柏原城の会場に際して、織田軍と伊賀勢の間で和議が成立しており、伊賀勢の命は保証された。やがて本能寺の変で、信長の死を知った伊賀忍者たちが、一斉放棄し、各地で争いを繰り広げた。例えば本能寺の変の直後、 堺にいた徳川家康が、服部正茂らに護衛されながら、三河国へ逃げ戻ったことなどは有名である。これを、新君伊賀越えと呼ぶ。甲賀の地が信長を経て、豊臣秀吉の支配下に入ると、甲賀忍者たちは、家康の監視活動を主な任務に命じられる。その結果、伊賀忍者が、甲賀忍者追悼の任にあてがわれた。このことは、 江戸時代になって伊賀忍軍対甲賀忍軍という形で講談や特本の題材となった。が、実際にはこれは徳川と豊臣との大理戦争に他ならなかったのである。江戸時代には上述の伊賀越えの功績を認められ、一般に服部半蔵として知られる正重のもとに伊賀組同心として幕府に召し抱えられている。このことから、 正サ自身も忍者であったかのように言われることがあるが、正サ自身はむしろ普通の戦働きで鳴らした、侍であったらしい。詳しくは、服部正入の項目を参照のこと。伊賀を東道家が統治して、伊賀は無足という士族階級を保障され、不知米を支給され、支配階級に組み込まれていった。このため、天草の乱の討伐性をはじめ、 全国の多くの一基鎮圧に伊賀州が派遣され、大いに活躍している参照。今日は三年正月の中瀬村の記録によると、村の農民側から無足身分である忍者に対して、農民と同様の防役を務めるよう要請があったが、忍者側が氏族の身分であることを盾に、それを拒否したところ、村八分にされた。これを不服として、忍者側は村役人に訴え出たが、 村役人側は、私分としての身分を放棄して機能するか、傍役を務めるならば、仲介に立つと申し渡したという。このように、江戸時代には忍者を止めて機能することによって、抜け、忍ぶとして処罰されることはなかった。その後は徐々に分散していき、消滅したとされている。テレビドラマ、映画小説漫画アニメゲーム、ありがとうございます。